え、そうなんですか。でもかなり圧倒的でしたけどね、今回は。上京から空からのガルドとか決めてましたし、2回ぐらい決めてましたし、すごい。え、そんな成績だったとは思わなかったですね。書いてくれてんね。ありがとうございます。ジュディ、ジュディ、Thank you, ジュディ。ルーカス。と。なるほどね。なるほど。さあ始まりました。マサシバサツタイヘーターキャラはクラウド。あれですよ、ね。まだ終点か。すごいですね。溜められてるもんね。大変な感じだな。空上空上。いやもう火力が高い。一気に65。すごいすごい。じゃこれに乗して大変ださんも一気に大変たるかも。空上。から入って空した。受け身を取ってしっかり。敵ファイヤーで鏡に巻いていく。さあお互い言わせる行動。ファイヤー差し込んで空中前、空中前、上がらせ前と言わんばかりに空中前を打っていくが、落ち着いてまさに入ってくる。バッシュガード。さあお互い様子見、様子見。空したからのお互い空した。おーっとここで引っかかる。ほらギリギリ。ピンキファイヤー突っ込んで、さあ掴みたいところがここで逆に掴まれてしまう。大変だか、少し怖い展開ですね。クリスマシが怖いぞ。さあお互い何かが当たる。限界を超える。空中上でギリギリ。なんだね復帰。空中前、空中しろー。後突きが、まあまだリミットを持ってる状態だが、おこれはあっと強切り、足が短い。空中前、空中前差し込んだ。見てましたね。出る。はい、しっかりガード。限界を超える。怖いぞ。この街が徹底してる。まあ状況はかなり大変ださんが不利な状況ですが、おっと十字路。あーっと届かない。ワルトレース。クラウドが一本先に通していく。スーパーイボール。さあ2戦目始まっていきました。選ばれたのは終点。攻め見せていくが、マサジさん付き合わないですね。だいたい基本的に突っ込んで引っかかって、そこからポンプされてくれるっていうイメージがあるんですけども、マサジさん基本的に本当に拒否してますね。マサジさんが拒否されてます。
ついてないです。